今日はバイクのメッシュグローブを買いに行こうと思います。一応今つけてるグローブが3シーズン用で、ノックスっていうメーカーのコバートっていうモデルで、あの防水モデルですね。雨の日でもこのまま使えるので気に入って使ってはいるんですけど、夏に北海道ツーリングも行く予定なので、メッシュグローブをちょっと1本買っとこうかなと。今二輪館にとりあえず行ってみようかなと思って向かってます。でどういうタイプのグローブが欲しいかっていうと、一応ここはプロテクターがついてるもの、できれば手のひらの方にもついてるものがいいなと思ってるんですよね。もしものことがあった時にね、転倒した時なんかにもちゃんと守ってくれるものがいいなと思ってるんですけど、もうバイクにはですね、だいぶ長いこと乗ってるんですけど、何年乗ってんだろう、中型の免許取って初めて買ったバイクがこのエストレアなんですけど、8年ぐらい乗ってるのかな。なんですけど、ライダー用の装備というか、バイク用の手袋とかねっていうのは ほとんど持ってなかったんですよ。プロテクターもそうだし、ヘルメットもジェットヘルメットしか被ったことがなかったので、今はねモトブログやるようになったのでフルフェイスにしてますけど、いわゆるライダー装備みたいなのはちょっと疎いんですよね。でよく分かってないので、実際にやっぱつけてみないと分かんないかなということで向かってます。はい、到着。じゃあちょっとないか物色してみましょう。買ってきました。今回買ったのはファイブっていうメーカーのスタントエボエアフローっていうグローブですね。すごいメッシュで涼しそうだったので、つけてみた感じもねなかなか良かったのでこれにしました。なんか知らなかったんですけど、ファイブって後にも先にもグローブしか作らんっていう美学でものづくりをしてるメーカーみたいなんですけど、フランスのメーカーなのかな、もともと。結構フィット感も良くて、でプロテクターもここについてて、とここにもついてますかね、と手のひら側もここにプロテクターがついてて、でちょっと本当はね手首もうちょっと長いやつの方がいいかなとも思ったんですけど、まあ、夏用グローブなんでそんなにあってもちょっと暑いかなという気持ちもあって、安全性をね考えたら長い方がいいんですけど、でこれも一応ここにもねプロテクト機能がクッションがついてるので、まあ、軽い転倒ぐらいには耐えてくれるのかなと思ってこれを買いました。であとはどれぐらい涼しいかなので走って確かめてみようかなと思います。あ、すでに涼しい。結構風がガンガン入ってきますね。あ、すごいな、全然違いますね。涼しいね。これでも本当に夏風を感じて涼しい気持ちいい季節じゃないとダメですね。まあ当然かメッシュグローブだから。でもこの辺に穴が開いててそこから風が入るようになってるみたいですね。あ、これいいかも、これ暑い時期いいかも。これあれ、サイズは M サイズを選びました。まあ二輪館にあったのがそれしかなかったっていうのもあるんだけど、あの人差し指と中指と親指はジャストなんですけど、薬指と小指がちょっと余る感じですね。ちなみに今日つけてたノックスのコバート防水グローブですね、あれは S サイズかをつけてました。あ、でもこれいいな、これからの時期気持ちいいですね。うん、薄いしアクセルも握りやすいのでなかなかいいんじゃないでしょうか。まあ、夏のツーリングは基本的にこれをつけていって、ただ雨が降った時がね嫌だから、レイングローブとしてもう一つのノックスのコバートもね持っていこうかなとは思うんですけど、日帰りとかあんまり天候がそんなに気にならなさそうな短期間のツーリングだったらもうこいつ一本でいけるんじゃないかなと思います。はい、ということで今回は初めてのメッシュグローブを買いに行くという話でした。今後はねこれでまたツーリングに行きたいと思います。それでは今日も最後までご視聴いただいた方本当にありがとうございました。よければまた遊びに来てください。